はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の等差数列とその和丸7をお送りします。でこのタイトルね、だいぶやってきましたが、ここで終了です。で次回から等比数列に変わるんですけど、で最後はね、問題演習またね2問やっていきますので、ね、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。でちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ごめんね、ちょっと詰まってしまった。よし、じゃあ行きましょう。でまあ等差数列ですけど、第5項と第10項が出てます。まあよく出てくるパターンだったね、これね。2つの項が出てれば連立方程式で一般項も出せると。ですが、1番何聞かれてるかって、初項から N 項まで、ここ分かってない N だね、の和 SN が負となる最小の N の値を求めようと。これね、聞き方が若干分かりにくいんですけど、これね、また今から計算してもちろん分かることですけど、5項が100で、その先の10項が85ってことはどんどん減ってくんだよね。つまり、交差がマイナスで数が減ってくのが分かる。だんだんと。で、減ってくってことは、最初ね、プラスのゾーンで始まってるから、もちろん足したものは和に、あと正になりますよね。プラスになりますけど、そのうち、負の項が現れる。で、どんどん負が強くなってくるでしょ？数が減っていくから、こうやって。で、そいつらを足してったら、いつか和もマイナスになるじゃんか。で、負となる最小の N。ってことは、一番最初に負になる瞬間、和がね、負になるのはどこなの？第何項なの？っていうのを聞かれてます。でも、結局ね、和を勝負しなきゃいけない。和で勝負しなきゃいけないから、その和を出すためのものが欲しい。例えば初項とか項数とか、まあ項数は今 N 項なんでいいんですけど、つまり初項と出していきます。で今回は今までね、よくマッコを使ってきましたけど、第何項っていう N が分かってないんで、マッコが指定できないんだよ。あと群れに持っていくこともできるんですけど、なんで今回は初項と交差の方で勝負していきます。でやることは同じね。まず第5項が100なので、まあ一応書いていこうか。一般項は A プラスN-1D。 これで一般項を求められると。だから第5項なんで N に5を代入すると A プラス 4D、 それが今100だと。ここにね。で同じく10項、 N が10だからもう一回代入すると A プラス 9D、 それが85だと。でこれを連立してね、引き算すると -5D イコール15、つまり D はマイナス3って、これ交差ね、マイナス3ずつ減っていくことが分かりました。でまあどっちでもいいんですけどね、上に代入すると D が、ここがマイナス12になるので、持ってくれば A は112、初項112ですね、っていうことが分かりました。で実際ですね、ここ一般項使わないんだよ、一番は。使わないんですけど、自分ちょっといつも癖で、まあ生徒にもよくやらせてたんですけど、一般項使うことのが多いので、こうやって計算して A と D 出てきたら、一般項一応出しときなって。使う使わないに限らず、時間かかんないしさ。じゃあちょっと出しちゃいますね。ここ、112AN イコール、初項プラス N-1 かける -3 ですね。この公式にまた当てはめただけです。で、まとめると、入るかな？ -3N でプラスになるから、115。これが一応一般項になります。今ね。で、今度は、まあ、一般も出しましたけど、問題は和なんだよね。で、和を勝負しなきゃいけないから、今、初項、交差が出てる。で、項数は N ね。これを求めたいから。N のまんまで構わないので、その3つのアイテムを使って公式を使います。で、やっていくと、こっち行こうか。SN イコール、2分の 1N です。N 分かってないからね。で、中括弧 2A だね、最初ね。2A だから112、2倍して、224、プラス括弧 N-1。で、D が -3、中括弧閉じと、こうなります。で、一応ね、展開せずに、この、中括弧の中だけ整理をすると、2分の 1N。で、-3N プラス227と、ここまとめただけだね。
で、こうなりました。これが和なんです。 N 項までので、結局今何を聞きたいかっていうと、和が負になる時を出したいのね。なので和だからこれが負になる、つまりこれを求めればいいんです。負になりたいからね。で、これどうやるかっていうと、今 N っていうのは項数でしょ。項数は負になることがないので、絶対に N は正なんです。今ここね、まあどっちでもいいけど N は正で、今2分の 1N ちょっとあとここかかけるこの括弧の中身っていう風に考えて、2分の 1N 括弧、あ、ごめん、かける括弧の中身で、 N が正ってことはこの2分の 1N この部分絶対プラスなんだよね。 N がプラスだからってことは、プラスのものとかけてマイナスにするためには括弧の中身が絶対にマイナスにならなきゃいけない。プラスかけるマイナスにしないと、ここマイナスにならないからね。っていうことで N がね、0より大きいからマイナス 3N プラス227が、噛んでるね、が負になんなきゃいけないよねって。で、あとこれ解きます。227こっちに持ってくるとマイナス227です。で、両辺マイナス3で割るので、これ向きが変わります。で、これ、ね、割り切れないんですよ。3分の227で、これちょっと前に出たように、これまず小数にしてください。じゃないと答え出てこないんでね。で、無理やり割っていくと7321、17だから35520だから6318で、多分続くのかな、こうやって。まあ、割り切れなくて構わないです、ここまで出てくれれば。で、これを満たす 75.6 トゥルンをより大きい N の中で最小ね、一番ちっちゃいのどれかっていうと 75.6 より大きいのは76だよね。もちろんその上も OK だけど、一番ちっちゃいのは76からスタートとなるので、 N は76でしたと。一番の答えね、これで終了となります。もし第何項って言われたら第76項って書いてください。今ね、 N の値って言われてるんで、これで OK です。で、まあ、その流れで次は SN が最大となる N の値とその時の最大値を求めようっていう問題。さ、入るのかこれは。いきましょうか。ちょっと詰めますね。で、これはですね、解き方が何個かアプローチの仕方があるんですけど、まあ、自分が好きなのをちょっとねやらせてください。で、これはですね、和 SN、 つまり和が最大になる時で、さっきも言ったけど、これ今、交差がマイナス3、減ってくんだよね、どんどん。112スタートで、112、109、106みたいな感じで減ってくわけですよ。で、ずっとプラスのゾーンなんだけど、いつかマイナスに変わるわけじゃないですか。あの、コーナーがね、これがどんどん減ってくから、85、82って減ってって。で、マイナスが入る直前までだったら、それ、和が最大になります。これどういうことかっていうと、ちょっとね、書かない。あと、数字書いてもいいけど、いっか。初項プラスですよね。で、次もプラスで、プラスが続いていくわけですよ。で、どっかでプラス、プラスだったのがマイナスに変わる瞬間があります。もちろんゼロが入る時もありますけど。いい？で、マイナスが入る。マイナスが入る。で、もちろん交差がマイナスなので、一回マイナスゾーンに入ったらずっとマイナスだよね。どん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 下がっていく。で、こうやってマイナスになっていくと。つまり、和が最大になるのっていうのは、プラスを全部根こそぎ持ってくれば、和はプラスじゃないですか。ちょっとごめん。あれだね、光が入っちゃった。申し訳ない。プラスになるじゃないですか。だから、初項から、このプラスのゾーンまでを、ここを足せば、絶対に最大になるんですよ。で、何が求めたいかっていうと、じゃあ、一般項、その項が、マイナスに変わる瞬間、まあ、第何項まで足せばいいのか、っていうのを求めたいんです。いいかな？なので、まあ、これ出し方はちょっとね、いろいろありますけど、自分は、じゃあマイナスになっちゃう瞬間、第何項目って噛んでる。第何項目っていうのを求める。で、そのためには、今、項がマイナスね。マイナスの項が出てくる。まあ、いつかっていう時にこれ使います。一般項。一般項がこれなので、マイナス 3N。プラス115が負になっちゃうとき、さっきの切り目のとこね、
負になっちゃうのはどこなのっていうのを求めます。で、これもこっちと同じように115そっちに連れて行ってマイナスで処理するから向きが変わると、3分の115で、これも割り切れないんだよね。サザン学25だから8324、10だから3で、多分続くかな、38.333 だと。つまりこれ 38.3 より大きい最初の数って39でしょ。39項目からずっとマイナスになるんです。今一般項がマイナスになる時を求めたんで、そしたら 38.3 より大きい、39より上だよね。39より上は全部一般項がマイナスなんて、項がマイナスなんです、この値がね。ってことは逆に考えれば38までは使っていいわけじゃんか。つまり38まで使って構わないので、和を求めるとき初項はどこだっけ、112って分かってる。で、どっちでいこうかな。真っ向出してもやりやすい気がするので真っ向出しちゃおうか。真っ向ちょっと後でですね、項数は今言ったように38まで使って OK。じゃあ第38項目が真っ向になるわけだから、ここに一般項の N に38を入れると、ちょっと消しちゃうけどね、マイナス 3×38 プラス115、ここがマイナス114かってことは1だね。で、第、38項目が1って分かったんで、ここまで足しましょうと。で、SN イコール2分の1項数かける初項プラス末項と。で、113だよね。かけるここが約分して19なので、9327、91が D。こうなって113。つまり、これ、ちょっと右入るかな。あ、ギリいけるね。2147か。2147と。こうなって終了になります。これが和だね。で、ごめん、そう、 N の値も出すんだったね。N 答え書けばよかった。なので、N の値、これが最大値。ごめんよ、書いてたらおかしいなったね。あ、いっか、下にちゃんと答え書こうか、まとめてね。なので、N の方が38で、最大値が2147と、これで終了となります。で、たまになんですけど、あんまり個人的にはね、あんま出てこないイメージはあるんですけど、今そのね、39個目がマイナスになるってやったじゃないですか。じゃあ38まで OK ってなった時に、もしその38真っ向計算したらそれが0だった場合、0だった場合 N が38と37になります。で、これどういうことかっていうと、そのね、プラスのゾーンから始まりましたと、こうやって、で、プラスプラスって言って、で、マイナスに切り替わったんだよね、今。で、今この問題では38項目でプラスになったと。あ、違う、間違った言い方が39項目でマイナスになったから、こっからマイナス40項目って、だから39より1個前のここが38がプラスでしょって言って N が38で最大値求めたんだよね。けれど、もし真っ向が0だって計算した時に、0だった時はここに0が1個入ってる、プラスとマイナスが切り替わる時に。だからここの0が38項目で、その前が37項目になります。で、なんで N が37と38両方書かなきゃいけないかっていうと、37まで足す、そのプラスのゾーンだけ足したいから、ここも最大なんだけど、別に0まで足しても変わらないでしょ。それも最大値なんだよね、どっちも同じだから。だから N は37でもいいし38でも両方 OK なんです。最大値変わんないからね。そう、だからそのもし0が出てきた時はちょっとここだけ注意してもらえるといいかなと思います。
たまにある。問題集とか見るとね。あんま出てくるイメージはないんですけど、テストの時とかには。まあ一応そこで落とすのももったいないんでね、こんな感じでやってみてください。では、今回は高校数学数 B の等差数列とその和丸7をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からね、等比数列です。違う数列始まっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。